4号では重機関銃の組み立てと3号で製作した射長用ハッチにそれを固定する作業になります。今回付属したパーツになります。これも最初にランナーについているパーツを気をつけて切り離していきます。次に機関銃の銃座部分に01の銃身を差し込みます。パーツ02は後からでもはめられますので、先でも後でも大丈夫です。切り欠きがある方を上にして四角の穴に差し込みます。入れた時に少し緩いようでしたら接着剤を使用してもいいでしょう。パーツ02もガタつくようなら接着剤で固定してください。次にどのパーツから取り付けてもいいですが、組み立てガイドで位置や向きを確認しながら組み付けていってください。細かいパーツは差し込んだだけでは緩いパーツもありますので、接着剤を使用して固定していきます。次に薬莢受けを組み、軸部分を03の銃座のくぼみにはめ込みます。まず15と20のパーツをネジで固定します。この時あまりきつく締めすぎると銃座が回転しなくなってしまうので気をつけましょう。
次に3号で取り置きしておいた19のパーツをアームの下にはめ込みます。緩いのでここでは接着しましたが、重荷台のアームの向きと合っていることを確認してください。そうしたら20のパーツを打ち合わせして台座側面にある穴にネジで固定します。アーム部分の接合部も緩いようでしたら接着剤を使用してもいいですが、下のパーツと接着しないように気をつけてください。最後に機関銃の本体と薬莢受けをネジ位置を合わせた状態で重荷台にはめてネジ止めします。16のワッシャーもはめ忘れないように気をつけましょう。あとは18の弾丸入れをネジ止めし、最後に14のパーツを重心の下側にあるくぼみに接着剤を使って固定してください。これで4号の組み立ては終了です。機関銃がガタつく場合には重荷台と機関銃本体を固定しているネジ D を少し締め込んで調整してください。